LL の歌謡曲バンザイパート4、4回目です、まあ、マスクしてたマスクしてね、家でもマスクしてますで、まあ、コロナがね、まだ第7期でも、大したことないとはね、歯間やけどね、これは歯間です、僕の感じやけど思うねんけど、やっぱり熱出したらやっぱり会社行かれへんしな、やっぱり普通の感じじゃないんでね、みんなご自愛ください、ライブは控えましょうじゃあ、で今日は東京ララバイを、そのライブでね、ちょっと練習してたのがありまして、1978年、僕が15歳中学校のね、多感な時に、流行った曲の東京ララバイですわ、松本隆史、堤恭平のゴールデンコンビでこの時やっぱりね、歌謡曲全盛で西条、沢田研二、山口百恵な、あの辺がもうボン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 、ピンクレディーがサウスポー出した時ですわ。で、まあ、ちなみに この年に、愛は地球を救う24時間テレビの第1回目が放送したという記念すべき年ですわ。じゃあ東京ララバイ練習の成果をお見せしましょうか、はい、やってみましょう、ワン、歌います、の店のライトで揺れる、誘う
夢がない明日がない、人生は戻れない、東京ララバー、あなたもついてない、だからお互いないものねだりの子守歌、孤独さ、そうみんな同じよ、送るよいい車を拾うわ、年々ころり寝転んで眠りましょうか、東京ララバー、部屋がある窓がある、タワーも見えるけど、東京ララバー、幸せが見えない、だから死ぬまでないものねだりの子守歌、なんか間違えたけどね皆様コロナには十分気をつけましょう、気をつけください、じゃあバイバイ、バイバイ。